内海竹屋の心身健康ラジオ。皆様おはようございます。竹屋内科クリニック、カードとここの診療所、院長内海竹屋と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマシロをクエさんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はちょっと久々に声の書評をさせていただこうと思うんですけれども、ここ最近ですね、ちょっと私、この、 半年、一年ぐらいかな。長のね、なんかいい本がないかなというふうに思って探してたんですね。というのは、まあ、世の中にね、まあ本屋さんとか行くと、なんか最近ものすごい腸活の本とかですね、なんとかを食べればみたいな本っていっぱいあるじゃないですか。で、まあその中の、まあほとんどはね、ちょっと <laughs>、 大丈夫かっていうような本がね、多くてですね。ただ一般の方向けにね、まあもちろん医学者としてですね、腸内細菌を扱った本ってね、いくつかすごいいい本があるんですけれども、これをね、一般の方にお勧めするのはね、なかなか、まあ金銭的にも高いですし、あの、ちょっと内容がね、専門的すぎるなというふうに思って、なんかいい一般書がないかなというふうにずっと思ってたんですけれども、思ってたんですけれども、まあその中でですね、えっと、つい先日ですね、なんかどっかのね、 多分、医学会、どこで知ったのかななんか、確か SNS だったと思うんですけれども、医学会のね、えー、学会の会長をされておられる先生がおられて、で、その書籍展示で、この本を売ってます、みたいなのをね、どなたかのツイートかなんかで見て、で、読んだら、まあ、あの、結構ね、いい本だなというふうに思って、今回ご紹介させていただこうと思います。で、ちょっと前あの前段が長くなりましたけれども、今日ご紹介する本はですね、 えっと、こちらですね。9000人のを調べて分かった超のすごい世界。えー、強いカーラと金をめぐる知的冒険っていうですね。はい。そんなタイトルの書籍で、えー、書かれた先生が、うんと、国沢。 じゅん先生って、私ちょっと全然存じ上げなかったんですけれども、はい、いう感じの先生です。で、えっ、ー、と、まあ、何がいいかっていうとですね、結構データに基づいてですね、特に前半ですね、まあ、後半はね、ちょっとどういう食事がいいかみたいな話がね、えっ、ー、と、第7章かな実践っていうところで書いてあって、これはね、ちょっと、んーと、正直、今しかなって思うんですけれども、特にね、第1章、第2章のあたりぐらいまでですね、はい、が非常にね、あの、まあ、 今の現在のね、最新研究に基づいていてね、非常にいいかなというふうに思いました。で、えっ、ー、と、このチャプターのリンクにですね、ちょっとツイッターを貼りましたんで、そこから、えっと、日経ブックスプラスのページに飛んでいただいて、そこにね、目次一覧が見えますんで、まあそこをね、ちょっとぜひご覧いただけたらと思うんですけれども、全部で、ね、3部構成になっていて、まあ先ほど言ったように、第1部があ最先端研究で分かった超の不思議な世界っていう、そんな感じで、えー、で、第2部が えー、健康、老化、体系、すべては腸とつながっているっていうことで、まあ、腸漏れ、まあ、リーキーガットの話とかですね、あと免疫の話、あと脳腸相関の話とかですね、まあ、この辺、心療内科医としても非常にトピックですけれども、それが取り上げられていて、で、第3部が実践、腸と腸内細菌を最大に活かす3つの戦略ということで、これなんかちょっと YouTuber っぽいタイトルですけども、はい、っていう構成になっていて、で、各々、第1章、 えー、体質、能力、体調の決め手としての腸内細菌。2章、腸はスペシャル。そして、ちょっとおかしい。えー、第3章ですねあ。第2部の3章ですね、えー。体型と腸、最新、最先端の研究から。えー、4章、腸漏れと老化生活習慣病。5章。 免疫、かっこ腸、バーサス、新型コロナウイルス感染症、そしてアレルギー、あ、そうそうそう、アレルギーにも関連するんですよね。そうそうそう。で、6章が脳腸相関、腸はどこまで脳に影響を及ぼしているのか。で、7章、第3部の7章として、最高の腸内細菌は食事で作れるっていう、そんな構成になっております。はい。 で、えっと、ま、あ本当にね、の、あの、ま、あ脳腸相関はね、さっきも言ったように、あの、心療内科としてもね、非常にトピックで、ついね、先日、あ、先日というか、先月あった学会でもですね、あの、そのセッションがね、いくつか、えっと、三つぐらいありましたかね。えっと、もう、もろ腸内細菌っていうのもありましたし、あとは脳腸相関をね、扱ったセッションとかもあって、 まあこれね、やっぱり、まあまだまだね、研究未知な領域もあるんですけれども、まあこれから、まあさらにね、研究が進んでいく分野だなというふうに思いましたし、あとはね、こう、本当に、まあこの、えっと、どこに書いてあったかなえっと、あ、そうそうそう。まあ、言いたいところに書いてあるんですけど、例えば32ページとかですね、この、やっぱりね、免疫力を高める、〇〇みたいなのって今ものすごい売ってたりするじゃないですか。なんですけれども、この免疫力を高めるはね、まあ私もいつも言ってますように、こう、 ちょっとおかしな用語なんですね。そもそも免疫力とは何かっていうところもそうですし、あとは免疫高めて良、ね、くないこともありますからね、とかいうのもあって。まあ、ここら辺ね、すごい、あの、はい。ええー、と、まあそ、そこにちょっと、あの、注意を。 注意喚起するような意味でもね、この書籍非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、あの、詳しくはね、読んでいただけたらと思うんですけれども、まあ、かなりね、あの最、最まあ、あの、ここ最近のトレンドに乗っかって、えー、書かれていますし、あとは、まあ、本当にね、まあ、すごい基本的な話なんですけれども、多分一般の方にはね、あんまり知られてないだろうなっていうこともね、書いてあったりするので、あの、ぜひ、 ご一読いただ、けたらと思いますただ、まあちょっとね、あえてなんか言うとするとね、やっぱりね、この、まあ、多分、これ出版社の意向もあるんだろうとは思うんですけどね、第3部ですね、実践、蝶と腸内細菌を最大で活かす3つの戦略っていう、ここのね、7章は若干ね、微妙かなっていうか、まあちょっと、うーんと、まあ、言及しすぎかなっていう感じはしますね。まあ,あの、一応言ってることはね、まあ、そんな、まあ 大方間違いではないんでしょうけども、というのは、えっ、ー、と、三つのアプローチとして、この、えっ、ー、と、いい菌を取る、いい菌を増やす、で、食べ合わせの工夫で、えー、菌にいい働きをさせるっていうことで、まあ、この、うん、まあ、アプローチ自体はね、まあ、そんな悪いものではないんですけれども、ただ、うんと、ちょっと言及しすぎていて、こう、あの、特定の食品をね、進めたいとかですね、結局そういう方向に行くんかい、みたいな感じになって、えー はい。いる気はします。はい。ただまあ、あの、1章から、まあ、6章まではね、あの、おおむね非常にいいと思いますので、あの、ぜひ、えっ、ー、と、価格はね、そんなに高くないんです。えっと、いくらでしたかね。あ、1600円プラス税で、えー、普通に、まあ、一般章としては、まあ、普通の価格かなというふうに思いますので、ぜひ、一度、本屋さんとかでお手に取っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで。 今日も幸せな一日ありますようにお相手は第一回の竹でした。興味津々。